歴史で知ろう第4回でございます。よっしゃー。この解説は私、勇者と、はい、黒魔術軍権藤力青山穂子です。よろしくお願いします。はい、お願いします。前回藤原の住友をやりましたから、今回はですね、村上武雄。うわー、来ましたね。あ、住友の時代は平安時代ですから、そこからいよいよ戦国時代に移ります。ね、村上武雄というと若い方でももう人気キャラクター。そうです、かっこいいんだもんだって。マシモテの選手から、はい、どうですか、その村上武雄の印象は。ね、もうかっこいいもう私ね、その村上武雄の最後の公演から、うん、江の島の雨に、ああ、手打ち、あ、そうそうそう、あのキービジュアルからもう好きだったんですよ。フライヤーがここにドーンって武雄映って、はいはい、それで最後もすごいかっこいいですし、あ、初期ライブ、ね、そう、うん、ちょっとでも手術のことはあんまり詳しくないので、うん、ちょっと勉強したいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ちなみに武雄さんのね、衣装があって、あれは本当の村上武雄氏の陣羽織をもう忠実に再現した。へー、熱ー、熱い。熱い、だからね、本当かっこいいんだよ。かっこいい。一応こう、マシモ選手、髪長いって言ってるけど、まあ、使用感でね、当然こう、髪当たるから、抜ける毛もあるだろうと、抜けるにも抜けるだろうね、赤毛に見えるかもしれないじゃない、っていうのもあって、まあ、非常にね、私としても、すごいいいキャラみたいね。ちょっと前に復活もしましたけどね、はい、まだ最終回なので、まあ、出てくることがないですまずこの村上武雄氏ですけど、はい、瀬戸内の話をね、前回したら住友の時に、まあ、海賊がいたって話をしてた、ね、うん、海賊はいろんなチームに分かれてます、うん、で、まあ、例えば大三島とか大堀ってね、鶴姫ですけども独立しているし、まあ、その中で武雄氏は能島、村上チーム、能島のところが彼の、まあ、アジトだ、うん、で、まあ、一応力のあるね、水軍だったんだけども、有名だったのは厳島の戦いという、はいはい、毛利、ゲームでやった気がする。そう、ゲームで毛利の隣がね、読んでた、それこそ前の話、末高房を倒した、うんうんうん、まあ、この時に末高房の大軍が厳島に来て、そのまま迎え撃つと負ける。で、毛利の隣は1日だけでいいから見たらしい、うん、いうふうにて口説くわけですよ。で、武雄氏はいいよ、イエーイ、で、大嵐、うん、その時に村上水軍と共に嵐だから、まあ、まさか船で来るとは思ってないじゃん。でしょうね、うん、その危ないしね、うん、下手したら全員死んじゃうから、ね、でもやっぱり村上水軍の操作っていうのは船の操縦術がすごいわけですよ、うん、で、この嵐をついてですね、上陸して毛利軍が攻めて、うん、まあ、そこで、まあ、末高房が最後を迎えた。少年漫画じゃん、それは。そう、熱い熱い。で、この戦いで村上水軍ここにあるって、ものすごく有名になるわけです。その後、その武雄氏は、まあ、その一緒に戦ったというね、こともあって、毛利家と、まあ、連携しながら勢力を広げていくわけです。ところが、これ勢力を広げていくうちに、まあ、だんだんこう武雄氏がね、もう鬱陶しくねみたいな。もうやめろって。で、だんだんちょっと仲が悪くなって、仲が悪くなって、一回、まあ、毛利の前はどうつもりやねんって言ったら、いや、もう別にないですよ、部長みたいな、はいはい、部長が右か左手で殴って、で、小早川って言ったんだよね、その毛利の隣の息子がいる、これに攻められて、能島を、まあ、占拠されて。で、まあ、最終的に仕方ないかと言って、毛利側に着くわけです。で、毛利側に、まあ、味方することになり、まあ、ここから武雄氏は割と毛利と勝ちになるんですけども、その毛利が織田信長と揉めるわけです。ああ強いなー。そうで、織田信長と揉めて、当時信長は石山本願寺、ね、大阪にある、まあ、ここと、まあ、攻め戦ってたわけです。これのバックアップ毛利なんですよ。で、戦争ってね、食料、まあ、武器が常に入らないと戦えないじゃん、うんうん、これを、まあ、毛利が海からこう入れていたわけですよ。で、そうすると信長からすると、この呼吸立っちゃえば、もうこっちはもう呼吸ないから持たないじゃん、うん、だからこれを、まあ、当時の織田水軍、これの総大将が久喜義高、この久喜に命じて、この呼吸を立てて、
で、これは第一次伊豆川合戦、それから愚痴合戦というんだけども、で、毛利川はこの村上水軍を主力として、この武器水軍を迎え撃つわけです。はいはいはい、熱いです。第一次。もう、こっぱみじんに武器をやっつけるわけですよ。あ、強いんだ、やっぱ。やっぱりね、瀬戸口って、わかるかな、ものすごく海がね、あれ、潮目もすごく変わるし、渦巻きとか、はいはい、だからこう村上水軍っていうのはめちゃくちゃ船の操縦がうまいんですよ。なるほどね。一方の武器は、まあ、その伊勢だから、まあ、あんまりその瀬戸内 の操縦慣れてないわけ、でももう右往左往してああやっていってやられるわけです。ああ、なるほど。そでやっぱり武吉はね村上水軍だよねってなるわけだけども、激怒した信長さん、許せん。で、こういいイメージで、やっぱもう同じやり方じゃダメだ。攻撃されても沈まなくていいんだろう。鉄鋼船を作るんです。まあめちゃめちゃでかい船に鉄を張って。メカじゃん。メカメカ。だから戦国時代に戦艦を作るんです。大砲バンバン積んで。はいはいはい。で、これが第二次伊豆川合戦。で、これも言ってもそのなんていうかな。機動戦の強い、もう村上水軍を押しに押すんだけど、最終的に戦艦が出てきて大砲ドーン鉄砲バラバラっていう形で押してるのにかかわらず、そのやっぱ鉄砲戦に打ち負かされて、まあ、村上水軍が敗北する。やっぱメカには勝てなかったか。久喜とやっぱりその村上だけで一緒にバラっていうのがありまして、その後まあ、それはほとんど信長は毛利を攻めるはずだったんだけども、有名な本能寺があって、まあ、毛利が秀吉側につくわけです。で、まあ、最終的にその秀吉のバックアップをするわけですよ。で、バックアップした時に秀吉は、まあ、そこそこ苦しまっている島があるんだけど、そのこと横瀬ってそもそもなんか瀬戸内海なんかやってんのかお前ら話になって、で、来島を返還しないといけないぞって言われてたんで、まあ、ただその時秀吉は四国攻めがあったんで、まあ一旦はまあまあ四国攻めるわけだから村上にお前勝負来いよと結構せよと、そうしたんだ秀吉は。いいのかな配信で仲良い立てて今あの言い方とかそれで参戦しなかった。おお、あ、ばっくれたんですか。いや、もうおら行かねえよって。おお、いいなんでサロの言うこと聞かんといけない。サロ、泳げねえだろうかよ、話を。ましたかどうか分かんないけど、まあ、参加しなかったんです、で、参加しなかったんだけど、結局、四国は、まあ、秀吉がね、治めることになり、まあ、当然それが終わったら、秀吉はできる。そうですよね。で、間に巻いた毛利が入ってくるんだけど、最終的にあの次男の小早川隆景が仕方ねえと言って攻めるんです。何が仕方ねえんだよ野島をね、まあ、まあそのまま放置すると秀吉が、まあ、じゃあ毛利の敵と見なす。ああ、そっかそっかそっか。やむなく攻めるわけですよ、はいはいはい、でも隆景はやっぱり武雄氏が好きだったからね、で攻めたんで、まあ、武雄氏がまあこう、まあ、降伏っていうか途中で折れ、で小早川隆景の家臣、ここで初めてこう毛利家の、今までは言うても毛利が同盟だったのが下につく感じになりました。で、この下になって、でも高影とまあ武吉っていうのはお互いに、ね、信頼関係もあったという形で、元の高影がまあ朝鮮出兵すると一緒に行って戦ったり、まあ、してたわけですよ。ところがこの小早川高影がで、そのやってる最中に今度は秀吉がですね、海賊調子で、まあ、海賊行為をやめろ。当時はその結局通行してくる人たちから通行料を取って、通行料を取ったら、まあ、安全に航行させる、いられへんよったら襲うっていうことをずっとやってたわけですよ。はいはい、はい、まあ、彼らにとってはそれがもう生業だったわけ、それは職業停止ですよ、恐ろしい話ですね。そう、まあ、やっぱり、まあ、秀吉からすると自分が天下を治めているのに、そんな勝手な行動するやついたらダメでしょ。ね、安全、ね、もう海は、なのに。びっ
そっか。みんなの海だろうと、まあ、言ってることはまあまあ正しい。で、まあ、この海賊調子令にあって、まあ、瀬戸内の海賊はこれでほぼいなくなる。ただまあ村上水軍というものはこの時点でも、ね、水軍としては考えてるから、まあ、やっぱり村上武吉の存在があったことが良かったんだけども、まあ、結局、まあ、そうだこうだがあり、武吉は元吉というね、息子に家督を譲って、で、まあ、隠居していくわけです。で、そこから関ヶ原の合戦。でも、もうあれなんですね、海賊じゃないですか。海賊じゃないか、毛利の一員として。地上でったら地上で。地上でっていうかね、まあ、彼は関ヶ原には参戦しなかったんだけども、まあ、広島にいるじゃない。で、ここでまず武吉っていう人の面白さは、チャンスじゃない。毛利が西軍についてるんで西軍側にはならないから、うん、東軍についた加藤義昭っていうのが、まあ、四国って言うんだけど、うん、こいつ攻めたらよくねみたいなって息子と共に、まあ、息子が中心なんで攻めるんですよ。対してこの元康さんが攻めたところで討ち死にしてしまうわけですよ、まあ、息子は討ち死にで西軍は敗れ、毛利は大元寇っていうズタボロだよ。ズタボロになって彼はですね、しかもその後の江戸幕府が海賊徴収令を厳しく政界権を掌握する、まあいわゆる国は全部徳川家が管理します。もう大きく出ましたね。で村上水軍は解体で、彼はその結局能島から、周防大島のところに移り住んで、まあ、69歳で、ですね、うん、まあ、結構から海賊がなくなって海賊できてきた自分が、まあ、そのなんかな、地上で死んでいくというなんか悲しみになっている。で、まあ、この武吉はですね、まあ、海賊っていうとちょっと荒々しいじゃない。そうですね、うん、でもすごく教養が深くて、レンガ界っていうね、まあ、いわゆるの塩みんなでこう作るっていう、レンガっていうね、まあ、もうほんと公家とかがやる、はいはいはい、それをもうしょっちゅうやってた。文才に優れていた。おお、熱いじゃないですか。プロイスが、うん、武吉は教養もあり、そして、日本一の海賊であるというふうに、まあ、もう本当はワンピースです。ワンピースですね。ワンピースです。プロイスって、まあね、ヨーロッパの海賊ばっかりやってるような奴らから見ても、やっぱ魅力的な人物である。で、このドラマでね、じゃあこの魅力的な人がどうなったのか。まあ言ったら鶴姫天狗でまた来た、これは堤大臣です、うん、かっこいい、まあもう後半は後藤久美子いないんで後半は堤大臣さんの回だから瀬戸内広告になったんで、うん、まあ、っていうの出てますけど、他ね、毛利元就って NHK 機械がやってるんですよ。あ、はいはいはい、出てると思うじゃない、うん、いない。なんで村上虎吉っていうね、誰がそれですよ。オリジナルキャラクターですか。よくわかんない。その藤原義明さん、あの組長とかね、プロレスラーの人が発熱悪くしちゃったっていうシーンがあって、なんか知らないと、村上水軍の中に野田次郎っていう、こう現代人みたいな名前の、うん、的箱です。おうおう、まあ位置的には結構加藤氏っぽいんだけど、まあ、とって死んじゃうし、うん、毛利元就ではこう村上武吉いなかった。なんでもう多いでなんだろうね、虎吉って誰だよ。そこでオリジナルキャラクター出すんだったらね、うん、なんかもうずっと戻ったわけだし、そうそうそう、なんかよくわかんないんだよね、うん、で、まあ、瀬戸内広報部見たからかな。これはハマっちゃダメだろ、ああ、そうか、ね、だと思った可能性ありますけどね。まあ、それも時を経て、ね、完璧な村上武吉、もう素晴らしいね、見ることになりましたということで、今回は村上武吉を取り上げました、はい。じゃあ次回です、ね、この村上武吉の最大のライバル久喜義隆、ちょっと離れますよ、伊勢です、はい、こちらをやってみたいと思います。解説は私勇者と、はい、青山穂子でした。ありがとうございました、はい。